議員辞職をお願いする届けを提出してきたところでございます。はい、こう話すのは比例北陸信越ブロックで選出されていた無所属の石崎徹衆院議員です。前回の衆院選で自民党公認候補として新潟1区から出馬し小選挙区で敗れた石崎さん、その後比例復活しましたが秘書への暴行事件をめぐり去年自民党を離党しました。その後も無所属として活動してきましたが、なぜ離党後すぐに辞職しなかったのか問われた石崎さんは、本当にその指摘もごもっともだと思っております。お世話になった自民党の皆様と、もう一度一緒に仕事をさせていただく、ということもですね、やはりこの1年間いろいろと、模索をしてきました。衆院議員の任期が残り1ヶ月を切る中、辞職を決意した背景にあったのは次期衆院選への狙いです。石崎さんは今月17日に日本維新の会の公募に応募していて、次期衆院選には日本維新の会から出馬する考えです。自民党の候補者の方と次期衆院選において実際に戦うと、でそれを受けてやはり自民党のに議席をお返しすると。衆院選新潟1区にはこのほか立憲民主党の西村智奈美衆院議員と自民党の塚田一郎前参院議員が出馬を表明しています。